こんにちは。ジャパリンクの時間です。毎週日曜のこの時間にお送りしています。再放送は今晩8時です。では今日の主な内容です。週刊ニュースでは、陳首相の日本公式訪問について詳しくお伝えします。ビスフォーカスでは、新たな環境で奮闘するベトナムの日本企業に焦点を当てます。ドアートベトナムではベトナム北部に残る古い家のミニチュア作りに迫ります。今月22日から25日にかけて、岸田文雄首相の招きに応じて、ファン・ミン・チン首相が日本を公式訪問しました。チン首相が日本を訪問するのは就任後初めてです。また、チン首相は岸田首相の就任後、初の首脳級の賓客となります。多くの重要事項が決まった今回の訪問は、ベトナムと日本との広範な戦略的パートナーシップ、友情、および緊密な協力のさらなる強化につながります。岸田文雄首相は24日日本を公式訪問中のファン・ミン・チン首相と代表団を歓迎する式典を主催しました。陳首相は岸田氏の首相就任を祝い、さまざまな分野で日越関係の発展に貢献したことに感謝の意を表しました。また陳首相はベトナム政府が引き続きオープンで透明性の高い投資環境を維持することや、企業を積極的に支援することを確認した上で、あらゆる分野での協力を進めるための提案を行いました。具体的には経済的な結びつきの強化、人材育成、科学技術、サプライチェーン、投資協力、貿易、裾野産業、デジタル化、グリーン開発、イノベーション、スマートシティ、ハイテク農業、インフラ建設、気候変動、実習生の受け入れ、そして大学の支援などがあります。一方、岸田首相は、両国の関係がここ数年でより一層発展し、歴史上でも最高の状態にあると強調しました。その上で両国は、日本がベトナムに新型コロナ対策の包括的な支援を行うと確認し、ワクチンと治療薬の研究・生産に引き続き緊密に連携することに合意しました。また両首相は効果的な安全保障や防衛についても協力関係を強めるとともに、コロナと向き合いながら経済開発における協力も強めていくことで一致しました。さらに両首相は日ベトナム刑事共助条約の締結を歓迎し、犯罪人引き渡し条約と社会保障協定の交渉を加速させることにも合意しました。ベトナムのコミュニティは日本の経済と社会に重要な役割を果たしていることから、両国はベトナム人技能実習生の受け入れ拡大だけではなく、実習生や留学生に関する問題解決についても強化する方針を固めました。続いて両首脳は国際問題についても意見を交わしました。東部海域、いわゆる南シナ海問題に関して両首脳は、船や航空機の安全な往来を確保し、すべての紛争と意見の違いを平和的に解決することの重要性を強調しました。特に1982年の国連海洋法条約や東部海域における行動宣言を遵守し、 COC 海上行動規範の早期策定を推進することで一致しました。会談後、陳首相と岸田首相は両国の省庁が10件の協力覚書を交わす式典に臨席。その後、記者会見で会談の成果について述べました。ベトナムで依然としてワクチンが不足する中、今回日本から新たに154万回分のワクチンを供与することとし、陳首相の帰国の便でベトナムへ運ばれます。私から陳首相に対し、日本企業の投資拡大に向けてベトナムを
ポストコロナの経済再生の中心になってほしいと伝えました。陳首相からは、日本企業のため率先して環境整備を進めるとの力強いお言葉をいただきました。我が国もベトナムのデジタルトランスフォーメーションや技術革新、日本企業のサプライチェーン多元化に向けた協力を行います。ポストコロナに向け、日ベトナムの経済的中台を強化していきます。また RCEP 協定の完全な履行の確保と TPP11 のハイスタンダードの維持について連携も確認。Hai bên nhất trí cao, một là tăng cường tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc đặc biệt là cấp cao, tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh các cơ chế đối thoại, hợp tác, coi nhau là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực. Hai là tăng cường hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ. Ngài Thủ tướng Kishida khẳng định tiếp tục hỗ trợ và hợp tác Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thực hiện các đột phá chiến lược, nâng tầm nguồn vốn ODA, tập trung vào hạ tầng chiến lược, biến đổi khí hậu và y tế, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy các sáng kiến về hợp tác đối tác công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam. Ba là tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực y tế, nhất là y tế dự phòng, sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19. 訪問期間中、陳首相は安倍晋三元首相や菅義偉前首相、日越友好議員連盟会長、衆参両議員の議長などとも会談しました。また日本の各大手企業の代表や経団連の日本ベトナム経済委員会の代表、各大学とも会談。さらに栃木県を訪問し、ベトナム人の有識者やコミュニティとも面会しました。今回の訪問でベトナムと日本の双方は広範な戦略的パートナーシップの新たな段階に向けた共同声明を発表することに合意しました。ファム・ミン・チン首相による日本への訪問は、貿易、投資、人材育成、安全保障などの分野でも両国にとって大きな成果につながりました。ベトナムで活動する日本企業や専門家の意見をまとめました。さまざまな問題が議論されているというふうに思いますけれども、特にまあコロナ対策への技術的な連携とかですね、あるいは技能実習生の派遣と、こういったことについてはですね、まあ、今後のいわゆるビジネス交流の拡大、といったことにもですね、非常につながってくる。各企業のトップの方と直接お話をするということは非常に話が進みやすいというところで、まあ、陳首相の精力的な、非常に喜ばしいというふうに思っておりますけれども、今後のですね、人的往来とかビジネスですね、活動の活発化といったことに直接的につながってくるというですね、意味では非常に大きいというふうに理解をしております。期待していることとしてやっぱ2つありまして、まず日本からのやっぱりそのベトナムへのそのさらなる投資、これもちろん ODA というところだけではなくてですね、より日本とベトナムの経済レベルでのこの交流、より深まっていくというところ、これは製造業という分野だけじゃなくて、クリーンエネルギーであったり、または教育の分野であったりとかですね、そういったところも含めてですね、この2国間がより協力し合ってですね、お互いの国が成長し合えることを期待しています。ベトナムでは2050年のカーボンニュートラルを見据えたグリーン成長国家戦略が策定されていまして、まあ、環境保護と経済成長などを両立させようとする意気込みを強く感じました。で、我々環境に優しい工場運営を実践しながらインスタントコーヒーの製造販売事業を営んでおります。ベトナムにおける環境保護と経済成長の両立に大きく貢献したいと考えております。ベトナム社会主義国なんでね、投資するのはですね難しいっていうふうに何となく思われてるところあるんですけど、実はベトナムぐらいですね、あの外国に開放してるところ珍しくてですね、そういったことを日本の方がですねもっとよく知ってほしいなというところはありますね。政治的にも安定してますし、で労働力もありますし、
まあ、人々もとても国民も優秀だと思いますし、本当にね、ASEAN の中で選んでいくとですね、もうこれからの日本の投資先って本当にベトナムがね、メインに なると思うんですよ、間違いなく。はい、ベトナムと日本が深い相互依存関係にあるんだということをコロナは浮き彫りにしたというふうに思うんですが、コロナを超えて、経済再生を図る上で両国の協力が確認をされたというのは非常に大きな意義があったというふうに思います。陳首相の日本公式訪問は両国のさまざまな分野での協力関係を強めるとともに、ベトナム人の雇用を増やすきっかけになると確実視されています。こうした中、日越大学とみずほ銀行ハノイ支店は今月24日、日系企業の人事に関する特別講義を学生向けに行いました。講義でみずほ銀行の代表はベトナム学生に年功序列や終身雇用、労働組合といった日本型の人事システムを紹介しました。しかし近年は出生率の減少や高齢社会、デジタル化、グローバル化といった課題に直面し、こうした従来のシステムも変化しています。そのため新たな課題に対応した日本企業の人事戦略について講演も行われました。Thông qua bài giảng này, tôi đã có góc nhìn sâu sắc hơn về cách quản trị nhân sự mới tại các công ty Nhật Bản mà Mizuho là ví dụ điển hình, cũng như hiểu được sự thay đổi bắt buộc để bắt kịp xu thế phát triển hiện nay của các công ty tài chính. Tôi là một học viên sắp tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Việt Nhật. Mong muốn của tôi là có cơ hội được làm việc và học hỏi tại các công ty đa quốc gia, các tập đoàn lớn trên thế giới. Bài giảng hôm nay cũng củng cố thêm động lực trong tôi về việc làm việc tại các công ty Nhật Bản. 今回の日越大学さんの特別講義でお話をしたようなキャリアデザインについて深く考えているスタッフ、これが少ないように思っています。まあ、逆に優秀な人が多いからこそもったいないなというふうにも思っています。まあ、ベトナムは国としてまだまだ発展する余地があるので、キャリアデザインについてそんなに深く考えなくてもなんとかなるのかもしれませんが、やっぱりこの国においてキャリアデザインに対する教育というのが不十分ではないかなというふうに感じています。ベトナム計画投資省によりますと、今年1月から10月までの間、ベトナムへ投資した国・地域の中で日本は総投資額で2位となりました。日本企業の人材需要は大きいと評価されています。ベトナム学生はこのチャンスを捉えるため、専門知識だけでなく日本人の考え方や日本企業の経営手法も学生のうちに理解する必要があります。現在ベトナムではおよそ2000社の日本企業が57地方で投資・生産活動を行っています。新型コロナの影響はあっても、ベトナムが魅力的な投資先であることは変わりません。今週のビズフォーカスでは、新たな局面を迎えたベトナムの日本企業に焦点を当てます。この小売企業は新型コロナの影響を受け経営をストップしていました。それは挑戦であると同時に、客にサービスを提供し続けるため業務プロセスを改善するチャンスでもありました。tăng cái tính tiện lợi cho người khách hàng. Khách hàng sẽ dùng e-commerce để giải quyết những cái đặt hàng thường ngày và sẽ dùng thời gian tiết kiệm được để có nhiều trải nghiệm hơn ở Aeon khi mà họ đi mua sắm. 一方、この企業は生産を維持しながらベトナムの投資環境に関してポジティブに考えています。ベトナムに進出してから26年の間、11カ所の工場を設立し、年間
およそ30億食のインスタント麺を提供しています。国民が非常に勤勉であるということと、教育がどんどん高度化していってる、これも非常にいいことだと思いますし、今後もね、製造業だけじゃなくてサービス産業であったり、まあ、いろんな企業、いろんな産業は、ますます発展することが期待できるのではないかなというふうに思っております。計画投資省が先日発表したベトナムと日本の投資に関する報告の中で、日本はベトナムの重要な相手国であるとしています。今年1月から10月までの間、日本の投資家は前年同期比で3倍増となる150件の新規登録案件や、総投資額33億8000万ドルの追加投資案件に投資していて、ベトナムに投資する97の国と地域の中で3位となっています。隣の国で今乱れてる、政治が乱れてる国がありますよね。あんなことにはベトナムはならないと思ってますし、それと発展の余地がたくさん残ってますから、まだまだ外国企業はですね、ベトナムに投資したいという考え方持ってると思いますね。まだ魅力あると思いますよ。一方、外国投資局によりますと、これまでにベトナムへ投資してきた141カ国地域の中で日本は2位となっています。有効なプロジェクトは4765件で、総投資額は639億4000万ドルとなっています。コロナ禍でも日本からの FDI 外国直接投資は好調に推移しています。日本企業がベトナムに進出し始めたのは、1990年代半ばからですけれども、その頃は、例えばホーチミン市内の工業団地に、生産をするために進出をしていました。で、他方で、最近はですね、例えばユニクロさん、無印良品さん、そういったですね、ベトナムの消費に着目して、企業が進出するように、なってきています。で、新型コロナがありましたけれども、今後ですね、そういったこのベトナムの市場としての魅力ですね、生産するだけではなくて、ベトナムの皆様に商品やサービスを買っていただくと、そういった動きが今後も発展していくと思います。コロナ禍でも経済を止めないというニューノーマルの中で、 IT、デジタル、環境、バイオテック、教育などの分野に投資を促していることが、ベトナムをより魅力的な投資先にしているゼトロ・ハノ事務所はそのように評価しています。続いてはドアートベトナムとジャパンナウのコーナーです。ベトナム北部の各村には昔から古い映画多く残されて、村人にとって馴染み深いものでした。しかし現代化が進んだ今、この古い映画消えつつあります。今週のドアートベトナムでは、北部の古い映画のミニチュア制作に情熱を注ぐハノイ出身のチュン・ヴァン・ボーさんにお話を伺いました。Ngay từ lúc còn rất là nhỏ thì đã theo chân ông rồi bố để đi chơi trong làng thì bắt gặp những cái ngôi nhà cổ mà xưa cũ của người ta, thì lúc đó là chỉ mong muốn là làm đồ chơi cho riêng mình thôi. Nhưng mà càng sau này lớn lên thì càng nhận thức được cái việc mà bảo tồn và gìn giữ cái nếp xưa đó là rất quan trọng, mà đặc biệt đối với giới trẻ như bây giờ.考えを学んだチュン・ヴァン・ボーさんは、
今幼い頃の趣味を仕事にしています。それはベトナム北部の古い家のミニチュア作りです。ミニチュア作りで最も難しいのは設計図を描くことと縮尺を確認することだと坊さんは話します。長年の経験がある坊さんは今どんなサイズの古い家もミニチュアにすることができます。材料は日常生活でもよく見られる土やセメントなどです。Việc làm những cái viên ngói và gạch nhỏ như vậy thì đầu tiên tôi phải lên bản vẽ bằng tay trước, sau đó lên bản vẽ 3D. Tiếp sau đấy là sử dụng máy khắc CNC làm khuôn xong tiếp sau đấy sẽ là khuôn và ra viên ngói. Những cái khó khăn trong làm ngói thì nó rất là nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất đó là tỷ lệ. Và những cái viên ngói khi nung nó thường rất là độ mà nhiệt độ không tiêu chuẩn.Thì nó sẽ rất dễ là nổ, vỡ hoặc là được những cái màu sắc mình không ưng ý cho là lắm. 壁のような大きな部分も同じように作って組み合わせます。本物の家を建てるのと同様です。少しずつミニチュアの家が出来上がります。この家の肝となるのは、瓦の部分です。よりリアルにすることで昔の村の雰囲気を伝えられます。Để tạo ra một cái không gian như thật thì cái việc lắp ghép nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì là khi mình lắp ghép mình phải tạo không gian làm sao mà nó thật là thẳng và phẳng, đúng đủ với tỷ lệ của cái ngôi nhà ba gian hoặc ngôi nhà năm gian đặc trưng của Bắc Bộ mình.坊さんのミニチュアは植物が多いのが特徴です。彼は祖父と一緒に手入れが簡単な植物をミニチュアに取り入れます。これによりミニチュアがより本物のように見えるのです。Tôi là ông nội cháu, nhưng mà trong cái lúc mà cháu nó ham mê các cái công trình như thế này, mình cũng có cái kiến thức một tí thì cũng chỉ bảo cho bộ làcác cái chi tiết của các cái cự ly, thế rồi các cái đường nét, nhưng mà cũng được cái là mừng là cháu nó đã thành công được nhiều các cái công trình nhỏ như thế này thì tôi cảm thấy cũng rất là hài lòng. 創造的で絶え間ない努力により、坊さんは北部の文化に関するさまざまな作品を作っていきたいと話します。Mong muốn và ước mơ lớn nhất của tôi đó là đem cái sản phẩm của mình biết đến với mọi người dân Việt Nam hơn để hy vọng là mọi người dân khi nhìn thấy đến là nhớ lại cái góc nếp xưa của ông bà mình này, nơi mình đang sống này, và tiến xa hơn đó là muốn đưa cái sản phẩm của mình ra mắt bạn bè công chúng trên thế giới để quảng bá cái văn hóa Việt Nam được rộng rãi qua cái tiểu cảnh này.創意工夫と熱意でチュンバン坊さんは村の面影を残すとともに、ベトナムの伝統工芸にも日々貢献しています。剣道は技術の向上だけでなく精神の鍛錬を重んじる武道です。古くから伝わる剣道の精神は今も多くの人に受け継がれています。今週のジャパンナウでは現代に生きる侍の精神を紹介します。剣道とは市内で打突し合いポイントを競う武道です。300年ほど前、武士が稽古で竹刀を導入したのが
その起源と言われています。剣道の目的は古くから武士が培ってきた剣術に備わる気迫や心構えを現代に受け継ぎ、自分自身の精神を鍛えることです。戦うための手段だった 剣術から得るそういう精神面や技法が、戦わない、ただ戦いが起きた時にはそれを鎮めることができる、そういう精神技術として、心の持ち方を修練するためのものとして、剣道が修練されるようになるわけです。剣道の試合でポイントが認められる打突部位は頭、手首、胴、喉元の4つ。特に狙うのが難しい部位に限定されています。さらに市内の先から4分の1の長さにあたる最も威力が伝わる部分で打突しなければポイントにはならないのです。打突の技術を身につけるための稽古の一つが型稽古です。市内よりも重い模擬刀を使い、基本動作を繰り返します。しかしこうした技術を身につけるだけでは試合に勝つことはできません。そこに剣道の極意が潜んでいます。充実した規制という、ただ当たればいいんじゃないところが剣道の難しさで、剣道には相手に立ち向かう強い気持ち、規制が求められます。規制を込めた打突でなければ有効とは認められないのです。打突の後の動きも評価されます。必ず相手に向き直り、竹刀を構え、油断のない身構えと心構えを相手に示します。これを斬新と言います。これは試合の様子。竹刀を相手に当てるだけでは審判はポイントを認めません。正確な打突や姿勢に加え、規制や斬新という精神的な要素が総合的に優れていると判断されたとき、初めてポイントが与えられるのです。もう一つ大切にされているものが師弟の関係です。稽古では師匠は弟子に自らを打たせることで技術を伝えます。お互いを深く敬う気持ちがなければ剣道の稽古は成り立ちません。稽古が終われば互いに深いお辞儀をして、弟子は師匠に感謝し、師匠は弟子をねぎらいます。先輩から後輩に受け継がれる道、教えや存在を敬う精神というものはそこから、育まれてきます。日本の剣道家たちは古来の技術を守り続けることを何より大切にしてきました。始め。変わらぬ剣道の精神は今日も若い剣士たちへと伝承されています。以上、今週のジャパンリンクをお届けしました。 VTB4 の各番組は VTB4 のホームページや YouTube、Facebook でもご覧になれます。 App Store または Google Play からVTB GO アプリをダウンロードして VTB4 チャンネルを視聴していただくこともできます。それではまた来週お会いしましょう。